야, 스티브, 그래도 전 세계가 어려운 상황인데 다 같이 도와야 하지 않겠냐? 今日の動画 타이틀은 하 한국가 맞다 일본이 SOS를 요청했다고. 今日はこれについて 話したいと思います. 昨年の 8月, 니도또 日本に負けないと、文書部長からの宣言があってから、いつの間にか9ヶ月が過ぎた今、韓国はまた日本に SOS を要請しました。5月26日、半導体の供給難が深刻化され、韓国政府は政府レベルで海外半導体メーカーに SOS をしたのです。記事内容のポイントはこれです。記事のタイトル、半導体供給難の深刻化、政府、海外メーカーに SOS。記事内容を少し見てみましょう。政府が直接乗り出して海外の主な車両用半導体メーカーに供給協力を要請しました。関係省庁によると、産業中小事業部は長官名義の公文を各国の外交高官を通じて海外の製造企業に送りました。オランダの NXP とドイツのインフィニアン、日本のルネサスなど韓国の自動車メーカーと協業している5、6社が公文を受けたものと把握します。これに先立ち、半導体素材の輸出規制により大きな関係変化が生じた日本にも助けを求めるほどの状況が深刻だと言えます。簡単に言うと、世界の半導体業界の好況により、半導体の需給が逼迫している状況で、韓国は民間企業レベルではなく、政府レベルで協力公文を送ったのです。は？二度と日本に負けない？何？K 半導体？半導体先進国？はは。実は、このような状況は、以前から予想されたのですが、韓国マスコミは、理性より感情が先走る、韓国国民の状態を良くしているので、2021年1月末、こういう記事をアップして、クリック数でお金を稼げて、国本をいっぱい飲みました。車両用半導体の心配のない現代車キア。安倍元総理のおかげ。記事内容の一部はこれです。車両用半導体不足で、米国、日本、ドイツなどのグローバル自動車メーカーが生産に苦しんでいる中で、現代車とキアは余裕のある姿を見せていて、目を引いている。キアは最近、カンファレンスコールを通じて、車両用半導体供給網を全体的に見て、在庫がギリギリの品目を目安に集中管理して、短期的に生産に支障なく準備した状況と明らかにした。現代モービスの関係者は、現在、部品別に最大10ヶ月から約2ヶ月の車両用半導体の余裕分を保有しているとし、今後、供給不足を懸念してあらかじめ発注するなど、円滑な需給のために引き続き努力していると明らかにした。ああ、はい。これと似たような記事は当時いくつかあります。例えば、現代自動車の半導体問題。現代自動車が外された理由は、ワイヤリング教訓。私は、ああいう記事が出た時から、また嘘と扇動が始まるんだな、と感じたし、やっぱり4ヶ月ぶりでこのように政府が
乗り出して半導体の協力 SOS を送っている状況です。トヨタが生産ラインを中止したとか、フォードや日産、ホンダなども生産を中止したり、閉鎖を考慮したが、現代キア車は問題ない。精神勝利のせいで頭がガンガンします。やスティブ、그래도전세계가어려운상황인데다같이도와야하지않겠냐みんなという意味に韓国があるわけにはいかないです。今回の状況を見ると以前のこの状況が思い出されますね。日本もこれを忘れてはいけません。一国の企業部長官という人が日本から韓国産注射器の購入検討について日本に注射器を送りましょうか?こんな文章を自分の Facebook に書く韓国のレベル。日本はそんな注射器を作れないんじゃなくて2009年インフルエンザワクチン用にすでにあったにもかかわらず時間を考えて自ら作らずに購入を検討していたのですが、韓国はまるですごい開発のように精神勝利をしました。いつも家庭で精神的に勝利して結果が出れば逃げる韓国。これ以上緩く見てはいけません。韓国に輸出する物量があれば、在庫で保管することがあっても、全量国内で使用するか、韓国以外の他の国に売ってほしいです。韓国は諦めてほしいです。東京オリンピックも同じです。選手たちの努力なんて少しも考えない韓国だから、そんなこともよく簡単に言いましたが、は、竹島表記を消さないとオリンピックに不参加するんだと?ぜひ、ぜひ、韓国国民も望んでいるし、日本国民、全世界が望む、韓国のオリンピック不参加を一日でも早く決定して発表してください。그럼오늘영상은여기서심하이하겠습니다.